はい、こんにちは。今回はね、こちらですね、ホンダのフィットですね。もしくはこのね、他の海外の名前ではジャズっていうね名前で、呼ばれております。まあ実はね、あのジャズはね、やっぱ結構好きで聴いておりますけどね、まあ、そのジャズじゃねえよみたいなね。ただまあそれの関連付けしてような車なんでしょうね。でまあそういう風に海外ではジャズっていうのが呼ばれてますけど、これはね日本ではフィットって呼ばれてます。で、日本、北米、中国ではフィット、欧州ではジャズと名乗る B セグメントのハッチバックモデルなんですね。で、3台目となる現行モデルは、少々日本もありますね。で、3台目となる現行モデルは、ちょっと漢字が見えないんですけど、若星サイズっていうんですかね、アップされているが、それより海外では評価も高まったんですね。で、パワートレインは 1.3mm、1.5mm のガソリンと、1.5mm プラス GCT 内蔵1モーターのスポーツハイブリッド IDCD をラインナップしてるんですね。でちなみに北米、欧州、中国米化はガソリンのみの設定となってるんですね。で新プラットフォームの採用により、より走る性能も大きく向上した。まあそれがこのフィットに、なりますね。まあなかなかね、素晴らしい、お車になりましたね、フィットもね、初代の時から比べるとね。まあ、初代の時ね、一時、驚くべきことなんだけど、カローラをね、抜いちゃったんですよね。もうカローラってのは、小型車部門の販売数の中では一番だったんですけども、まあ、フィットが初代の時出てきた時に、ぐん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 売り上げを伸びてきて、カローラを追い越しちゃったんですよ。でそれでびっくりしちゃってね。で今まで例えばシビックとか同じホンダ系列に乗ってた車なんかは、例えば今までシビック乗ってたのが、まあシビックからもっとこのもうちょっと小柄なフィット、まあサイズ的にはあまり、排気量的にはあまり変わらないんだけど、まあサイズが若干ちょっと小さいみたいで、でそのシビックからフィットに乗り換えたという人も多くいたみたいですね。というわけで、まあ、なかなかそのかつてはね、ホンダといえばシビックという時代があったんだけど、今はまあシビックよりフィットみたいなね、さらにもうちょっと小さくなりましたみたいな、まあ、そんな車が、なりましたね。昔もシビックでも昔はこんなフィットみたいなね、コンパクトカーがあったことにはあったんだけどね、今それはもうあんま作られなくなっちゃったね。でまあこれがまあフィットです。でこの内装がね、こういう風な内装でなかなかいい感じにね、仕上がっております。でこれはこういう風にね、ドアっていうか、こういう風に、開けられるようなタイプにねなっております。まあなかなか素敵でね、いいなと思うね、車なんじゃないかなという風に、思います。まあ色もね、やっぱりこうちょっと、まあ、独特な色というか、その新車のその色っていうかね、それを見事に再現してるってところがまた面白いんじゃないかなと思うんですけども、まあなかなかのこの独特性のある、まあ、色合い、そしてこのよりこうスポーティーな形になったこのフィットでね、今までフィットってどっちかというとこう可愛らしい感じのデザインだったんだけど、そこから一気にこう、まあ、男性向けのデザインっていうか、まあそういう風な、形になってきましたね。まあ男っぽい車っていう風になってなりましたけど、まあそれもまた今まででフィットとまた違う感覚だから、まあそういう車もあってもいいのかなっていう感じがいたしますね。というわけでどうもありがとうございました。